MC-202 フォルゴーレ飛行する MC-202MM7742 号機 MC-202 フォルゴーレはイタリアの末期車が開発し第二次世界大戦期にイタリア空軍で運用された戦闘機相称のフォルゴーレは稲妻の意形式名の MC は末期カストルディを示し表記は MC-202 のほか MC-202 あるいは 単に c 2 0 2など資料によりばらつきがある。MC202 の前身である MC200 サエッタは、海戦時のイタリア空軍主力戦闘機として、各方面に展開したが、時速 500km 程度の速度性能、軽武装、さらには、保守的なパイロットたちが、解放操縦席を要求したことなどが制約となり、潜在的に持っていた。 優れた設計を生かしきれない戦闘機となった。部隊配属が開始された1939年時点で、すでにその性能の限界は見えていた。この戦闘機が持つ、本来の能力を引き出すには、大馬力エンジンの搭載が不可欠であったが、イタリア国内にはそれに適したエンジンはなかった。そこで、白羽の矢が立ったのは、同盟国ドイツのダイムラーベンツ製 DB、DB601 エンジンである。 全身のサエッタの設計も担当したマリオカストルディギー氏は、早速このエンジンに似合うよう機体を設計し直した。極端なまでの視界要求に応えたさ、エッタの胴体の背の高さを低くし、胴体は6 0トルほど延長された。また、この木の特徴として、左の翼が右に比べ2 0トル長いことが挙げられるが、これは、 同期以外でも戦前からイタリア機でしばしば用いられた手法でプロペラの回転方向に生じるトルクモーメントを打ち消すためのものであった。原型機は DB601A エンジンピアジョ P1001 可変ピッチ低速プロペラを搭載し1940年8月に初飛行した。エンジン乾燥の効果は明らかで速度は一気に時速 600km クラスになり、 高度1万8000フィートまで6分以内で十分な運動性を維持したまま上昇可能であった。空力的に見て妥当な解説系はこの戦闘機が持つ本来の力を引き出した。空軍もこの戦闘機の優秀さに目をつけ即座に量産命令が出された。原型機はヘッドレスとフェアリング左右に広報視界確保用の窓を持っていたが量産機では単に フェアリング左右にくぼみをつける形に簡略化され、また引き込み式だったオリンも固定式となった。生産は1941年5月から末期車で始まり、7月からはブレダ車、翌1942年5月からはサイ、アンブロシーにも加わった。ただ、搭載予定の DB エンジンがドイツ国内向けの生産で手一杯だったこともあり、その生産は当初、 なかなか軌道に乗らなかった。しかし1942年からは、アルファロメオ社が DB エンジンを RA-10RC-41 として、ライセンス生産を開始し、ようやく生産が軌道に乗った。最初期の生産バッジである、末期車製のセリエ2、セリエ3は1941年7月から引き渡しが始まった。最初に配備されたのは、第一次大戦のエース、 海馬落下の名を冠する第4ストルモの第9グルッポであった。当時部隊は北アフリカですでに参戦していたが、装備する旧式機ではイギリス空軍に対抗できず、一戦はドイツ空軍に任せ、出荷や輸送機の護衛、拠点防衛などの二次的な任務に甘んじていた。第9グルッポは、夏の間、本国で転換訓練と初期不良の洗い出しを行った後、 9月末にシチリア戦線で実戦に投入された。MC202 による発撃追は9月30日、相手はハリケーンであった。ただ、この戦闘機の出現に対する連合国の対応も早かった。アフリカ方面には熱帯地仕様のスピットファイアや新型の P-47 が出現し、さらに戦局が次第に劣勢になると、アフリカからイタリア本土へ、 B-17 や B-24 といった大型爆撃機が飛来してくるようになった。フォルゴーレの武装は、前身のサエッタと同じ 12.7mm 機関銃2丁に、加え、主翼に 7.7mm が2丁が増えた程度で、しかもその主翼の 7.7mm も、生産後半になるまで未装備であり、火力不足が指摘された。 後によくかに装着する 20mm 機関砲パックが開発されテストされたものの飛行性能の低下が嫌われて実戦には使用されなかった。それでもフォルゴーレは戦闘機としては非常に優れた性能を発揮し連合国の戦闘機と互角の戦いを見せた。その創失付きの大部分は地上で撃破されたものである。MC22D の試作機生産開始から約1年。 1942年春から生産されたセリエ7以降は風防全面に防弾ガラスを装着するようになった。また後期の生産機では胴体下にあったベンチュリー管を右側面に移動、さらにその後、よくかに増装あるいは爆弾を喧嘩できるようにした。一機のホルゴーレが胴体下のラジエータを機種下に移動、オイルクーラーとまとめる回収を受け、MC。 22D の形式名を受けたが、さほどの性能向上は認められず、生産には移されなかった。後には、より高出力の DB605 をライセンス生産した RA1050RC58 を搭載した MC205 ベルトロが出現し、カストルディの開発した一連の戦闘機の決定版となった。ホルゴーレは、最終的に1301機が生産され、文字通り、 イタリア空軍の主力戦闘機となった。イタリア降伏時には100機余りが残存し、これらはファシスト側のサロ政権下の共和国空軍及びドイツ空軍、また連合側のイタリア共同交戦空軍で使用された。対戦終結後もしばらくイタリア国内で主として練習機として使用されたほか、エジプトにも輸出された。m c 2 0 2カタネ g m a c C202 ホールアプロフィールパブリケーションズ。ありがとうございます。